海道に帰りたいと思います。フラッフィー。はい、皆さんおはようございます。今私はどこにいるかと申しますと、また私は空港に来ているんですけれども、なんと今から北海道に入りたいと思います。髪の毛もね、金髪からちょっと今紫になってしまったんですけれども、なんで北海道に行くかというと、オーディションに受かることができるかもしれないという最終の6人に選ばれたからです。ちょっと待って、後で回すわ。 Hey, I got a confession.ラッフィーです。はい、ということで空港でね、カメラを回してからそのまま放置してしまっていたんですけれども、私が今回北海道に来ている理由は、この間にあの HTV のオーディションを受けに北海道に帰ってきてたんですけど、そちらの審査が受かって、次最終審査なのかな、最終審査まで行けたということで、またこの度北海道に帰ってきたんですけども、それが今回今日が当日で、また今日も HTV さんに行って台本を読んで食レポをして、質問に答えてということをしていきたいと思います。ということで、だいたい30人ぐらいいたんですけど、そこからの6人ぐらいに絞られたということで、なんで私がそこまで選ばれたのかは不思議なんですけれども、まあ、ちょっとせっかく選ばれたということで頑張りたいと思います。朝ごはんは、実家はいつもこういう感じでサラダとフルーツとかが多いです。このドレッシングめっちゃ美味しくて、いつも実家に行くとこれくつけてサラダ食べます。昨日ね、あの北海道にしかない串鶏っていうお店の焼き鳥をテイクアウトしているからだので、その残りのつくねも食べて一緒に行きたいと思います。いただきます。ラッフィー。はーい、ということで準備ができたということで、早速オーディションに向かっていきたいと思います。まだ北海道はこんなに雪が積もってるんですよ。もう4月になるというのにね。うわ、滑るよ。はい、ということで私にしかできないリポートをしていきたいと思います。頑張ります。 HTV に向かっていきます。はい、ということでオーディション終わりました。パチ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 。はい、ということでオーディションは無事終わったんですけれども、手応えはまあできたんじゃないかなと思います。やりきりました。自分の中で悔いはないです。なんかちゃんと一番最初の第一次審査の時は結構緊張しすぎて、あとリポーターっていう仕事自体初めてだったので、すごい緊張してしまって全然喋れなかったんですけど、奇跡的に二次審査まで進めたということもあって、自分なりにリポーターのことをすごい勉強したんですね。食レポのこととかもいろんなアナウンサーさんの見てメモに言葉をまとめたりとか、自分なりに頑張って練習してたので、それが今回はあのちゃんとオーディションで発揮できたかなって思います。はい、なのでなんか結果はどうであれ、すごい自分の中でいい経験になりましたし、すごい、あ、こういう自分もありかもなみたいな、なんかリポーターっていう仕事、お仕事もしたいなって思えるきっかけになったので、すごい良かったです。あとはちょっと自分の中で成長したなって思うのは、今まで結構喋りが下手くその方だったんですけど、 YouTube で司会進行をするっていうことをやるようになってから、自分喋りが
まだ前に比べたらマシになったなっていうか、言葉がスラスラ出てくるようになったなっていうのはすごく嬉しかったです。なんか相手の司会進行の方と対話するシーンとかがあったんですけど、そこでもなんかうまく対話できたんじゃないかなって思います。まあ受かってくれたら嬉しいなとは思いますね。まあでも今回がもしダメでも、そういうオーディションはどんどん受けていきたいなと思いますし、引き続き新しい自分を見つけるためにもいろんな研究したりとか、いろんなテレビ見たりとか頑張ろうかなって思います。はい、ということで終わったので、もうあとは北海道観光ということで、今日はとりあえずお寿司買って、もつ鍋をママに作ってもらってフルーツ食べて寝たいと思います。明日はね、地元の友達と会うので楽しみです。そしたらもうあとは東京に帰って、またいつもの日常に戻るという感じになります。私がちょうど東京に帰ったタイミングで、レイラさんもやっと海外から帰ってくるので、ちょっと楽しみだなって感じです。じゃあお家帰ります。バイバーイ。